はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということですね、本日の動画なんですけども、いやーもうね、決断の時が来ました。はい、まあサムネ見てもらったらわかります。まあ動画にしてるんでそれもわかりますよね、意味。うん、こちらの選手です。はい、佐藤輝明選手ですね。はい、いやーまあね、佐藤輝明選手もね、ほんまにすごい。まあ最近ちょっとどうなんかわからないですけど、まあホームランもね20本乗って、打率も2割7分6分ぐらいあるっていうことで、まあね、おそらくね、将来のね、日本の4番として活躍が期待される選手なんで、この選手を今から僕は極みにするか未だに迷っております。はい、見てもらったらわかる通り限界突破できてないんですよね。でこの佐藤輝選手に限界突破コーチ5枚使うのか、 A ランク1枚しか持ってないんで、まあ、称号用に置いといたとして、限界突破コーチ5枚使うか、セレクション出るの待つか。うん、セレクションでもおそらく出るし、まあただセレクション出たところでおそらくね、継承すると思う、継承、なんていうかな、まあそのセレクション出ても限界突破できないじゃないですか、どっちにしろ A ランク持ってないと。なのでね、限界突破コーチは必須やと思うんですよね、多分。入れようか。うん、入れよう。もうね、佐藤輝明選手ね、使いたい。ライトで、まあね、もしかしたら福留選手を置いといてその代打っていう可能性もあるけど、もうこのふくらはぎ見たら使えないでしょ、マジで。やるわ俺、やる。もう特訓はレベルマックスまでしてるんで、14枚やるんでね、限界突破コーチ。まあもう使うとこないし、ずっと使ってなかった。もう行くわ。うん、みんな行く、行きます。行くぞ。はい、押した。うわすごい、これわー、いやもうこれは活躍してもらわにゃ困る。うん、ってことでね、早速レベルか、レベルをマックスにして、はい、極みということで、この後特殊しますんで、特殊してからリアタイの方やっていきますんで、いや楽しみ。うん、行きましょう。はい、ってことでね、こちらリアタイのオーダーです。はい、特殊も済みました。まあライト64あるし、走力もね73あるんで、守備範囲的にはね、そんなに僕は不満には思ってないんですけど、なんたってね、このね、補給ですよ。補給 F はもうね、ないと一緒ですからね。せめてね、D 欲しかったら補給は。だからここが厳しいから、実際やったら、福留選手、これ前の福留選手よ。3400の福留選手やけど、安心できるやん、この能力。見てもこれ。めちゃめちゃ安心できるでしょ、これ。なのでね、まあ福留選手を元から入れて、代打、サトテルっていう方法もあるし、ただ代打にはこの2人がいる。まあそこはね、今日使ってみて次第ってとこもありますよね。まあ、こういうフォームもね、あのスイッチの方でありましたし、ホームランパフォーマンスもね、スイッチの方ではもうありますんで、まあ今後ね、おそらくアップデートは重ねられると思う佐藤輝明選手でございます。はい。ってことで早速じゃあリアタイの方やっていきましょうか。はい、ってことですね、相手のピッチャー、荒垣選手。荒垣選手ね、荒垣選手、なんか強いらしいコメントなんであったけど、ちょっと使ってみようかな、今度。荒垣選手の外角のバニッシュとフォークが強いですよとコメントいただいて、ちょっとあの動画にしてみようかなとは思ってるんですけどね、この新シリーズの、新シリーズとかアップデ後の荒垣選手。さあ、今日の大谷選手は、4の2かな、5の2かな、ホームランは出なかった。いやー強い、この縦スラバニッシュ。さあ来ました、ホーム。ああ応援歌入れるの忘れた、ごめん。ちょっと待って、次入れてくるわ絶対。しくった、定期や、応援歌入れ忘れる定期。このバッテリーを、はいはいはい、またやば。ピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば。どう？2球目打ちました。まあ、飛ぶな。広角打法出てなかったけどね。なるほどね。これもう一回回ってくるね多分。あ、で今日のチームは DeNA ベイスターズですね。毎回ね、ちょっとチーム変えていこうかなと思ってる。応援歌聞きたいから。ベイスターズの応援歌も好きなんですよね。いやこれマジで打ち損じるわ。さあギータ全出しよ、いける荒垣選手で。ああ、まあそりゃそうやわ、そりゃ歩かすわ。けどここで歩かすのあんま意味ないと思うけどね。ああ、浅村選手点勝ったか、特殊能力。まあ、はい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 、もう落ちひんね、そのバニッシュ変化量マイナス1やから。はいはいはい、ああ行けばよかったな。うわうまっ、マジか。さあここで帰るよ。さあここで村上選手ミスった。たまにねアップルペンシル誤作動するんよね。うーわやらかした、まあ、ピッチングはどうやろいいかな。まあ何もなかったらカットしてるかもね。さあ回しましょう、サトテルさんに。さあ周平、ベイスターズ得点に動きはありません。0-0で迎え、いや待って、荒垣選手マジで打ちにくい、やばい。なんで急に荒垣選手打てんくなってる。
やばいな。いやマジか、やばい、負ける、負ける、待って、まあ積極的に打っていくな、打っていくな、打っていくな、よーし、危ねえ危ねえ。さあ里輝選手、さあこれ出たら回ってくる、回そう回そう。こういう状況でいい結果になりましたよね。ツーシームだけ貼っとったら打てるかな。よし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 、さあ回ってきた、めちゃめちゃ飛んだ、やば、155m。 さあ行きましょう、里輝さん、ちょっと応援か、ごめんね、次入れるね、次の試合こういうフォーム欲しいな、早く。さあ相手力んでます、大型新人に力んでます。はいはいはい、おい、フォアボールか、ストライクが入りません。あうそ、力みまくってたやん今、大型新人にストレートのフォアボール。さあそして打席には柳田、めっちゃギータ歩かすねんけど、この人待って、どんだけギータ歩かすん。次が3球目、ほらほら、ギータとの勝負を避けたの後悔白打法ですよ、これギータとの勝負を避けたの後悔白打法、浅村選手の怒りが見える一撃。そうですか。さあ今日は先行運がいいですね。はい、で応援歌入れてきました。はい、もし大谷選手が二塁打以降を打てば、あ、ごめん、お願いしますラグです、これ二塁打以降、二塁打以上打てば里輝選手の応援歌は流れません。そして苦手な則本選手ね、はい、今のも分かってなかったね、今のスイング、これはカットボールあるな、打ちました、いやマジか。さあ応援歌流れます、合ってるんかな、合ってるかすらも分からへん俺。さあホームラン打ちたいな、オッケーオッケー、またフォアボール、いやもうマジか、ちょ則本選手マジで打たれへんねんけど、もう一回回すために打たなあかんわ。さあ回そう、ちょっとほんま集中するわ、タンケしか勝たん2試合連続ホーマーじゃないですか、タンケ。さあ回ってくるか、サトテル、うわー藤川さん先日ありがとうございました。え、本物ちゃうよな、藤川さんじゃないよ、初球は何で来るか、あー火の玉ストレートで来るか、やっぱり通信持ってないね。2球目は何で来るか、あー男やな、あー火の玉しか投げてこへんやん、よし、あーマジか、男やな、全部ストレートやん。さあこれで里輝ホームラン打てるか、パワーヒッターチャンス、広角打法出なかった、長打警戒、おらーよしよしよし、足早い足早い、ナイス、初球は何から入ってくるか、待ってこの人マジでストレートしか投げてこへんねんけど、これが2球目よく見ましたね、マジで火の玉しか投げてこへん、ストレートいいボールでしたが外れていますそりゃそうなるよ高く上がる、そこでスプリット投げるんかい。また先行ですね、しかも宇都宮さん、さあ甲子園で掘り込んで終わりましょう。宇都宮まずは先頭バッターを打ち取っています、いや宇都宮さんか、宇都宮そしてキャッチャーは城島、このバッテリーをベイスターズ、あ来た来た、あー宇宙間に強い打球、入んねや、あれ回ってきた、特殊能力出んかったけど今の入んねや、やばっ、いやー里輝選手打ちやすいね、やっぱり、え足速っ、あいいわ、やっぱ今後使います、はい、本物マジ、ソフトバンクやし、しかもこれガチじゃね、これガチ正義ちゃうこれ。さあこれでちょっとホームラン打ちたい、マジで1番にしました、もうこれが1球目、バッター取りました、アウト、攻略していくか、ミさんこの辺りいかにキャッチャー、いやー翔平の動画っていうことでよろしいですか、これタンケの動画ってことでもよろしいですか。
さあ回ってきました。もうここで決めましょう。佐藤輝選手またフォアボールやめてね。次が3球目、引っ張っちゃった引っ張っちゃった。